ワンワンワンのワンダフォー。皆さんこんばんは。私たちワンワンワンです。よろしくお願いします。はい、では自己紹介していきたいと思います。はい、佐々木ルナです。ルナって呼んでください。ありがとうございます。はい、浅見京子です。京子って呼んでください。ありがとうございます。はい、有村聖奈です。聖奈って呼んでください。はい、小春奈です。春奈って呼んでください。はい、ラップ担当のアイルです。アイルって呼んでください。はい、私たちワンワンワンは、結成されて半年ぐらいの、チームなんですけども、英語でワンプラスワンプラスワンと書いてワンワンワンと読みます。ワン、初めのワンは、メンバー、もう一つのワンはファンの皆様、もう一つのワンはスタッフの皆さん、3つの力を合わせて、上に上がろうと、上に上がろうというコンセプトで作られたグループです。はい、では早速1曲目に行きたいと思います。はい、はい、はい、では聴いてください。ループが止まらない。大好きだって伝えたいだけなのに、こんなに苦しくて狂いそう。カーテン越しに
がとうございます。ありがとうございます。はい、ループが止まらないを聞いていただきました。ありがとうございます。はい、ではここで告知をいきたいと思います。ではアイルからお願いします。はい、明日6月21日に、新宿アルタにあります K スタジオにて、無線ライブがあります。ぜひ無線なのでたくさんのお友達を連れてきて、ワンワンワンを見てくださると嬉しいです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、次はセイナ。はい、そして6月23日に、私たち秋葉大好きという対バンライブに出演させていただきます。こちらね、こちらも一人でも多くの方に来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、次は春菜。はい、そして7月13日アイドル甲子園にワンワンワン出場決定いたしました。こちら先行販売開始してます。ぜひお待ちしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして、ワンワンワン、なんとワンマンライブを開催することが決定しました。イエーイ。はい、日にちはですね、まだ、この日っていうのは決まってないんですけど、8月末から9月の頭にのどれえどこかで、はい、ワンマンが開催されます。初の、ワンマンライブということで、300人なんと埋めないといけないんですけども、もし少しでもワンワンワンを気になったって方は、まだ情報が解禁されてないんですけども、メンバーツイッターとか公式ツイッターなどで情報を流していきますので、ぜひワンマンに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして次はキョン。はい、ね、はい、で私からの告知はですね、はい、私たちは毎日、自分たちの専用劇場で、公演を行っているんですけれども、1日2公演行っておりまして、早い時間だと8時ぐらいから、そして遅い時間だと10時半ぐらいからライブを行っております。新宿で行っておりますので、少しでも気になった方は、先ほど披露した曲も、本当はちゃんと振り付けがありますので、ぜひ、見に来ていただけたら嬉しいなと思います。チケットなどはありませんので、気軽に来ていただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして春菜。はい、そして最後に私、古賀春菜個人としてお知らせがあります。今ミスフラッシュ2020というオーディションに参加中です。こちらが10月までの約4ヶ月間、皆さんの力を借りてサバイバル形式となっております。審査項目たくさんあるんですが、私のツイッターにまとめてありますので、少しでも協力してくれる方、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで告知の方は以上ですね。では、はい、ラストの曲に行きたいと思います。はい、はい、それでは聴いてください。マチ恋グラデーション。ここにあった、確かにあった、私だけの、私だけの、真っ白なスイレンが毎年咲く。
折が目を開く夜は美しい祭りの月次の季節へと光を照らしてゆらゆら揺れる水流はひとひら真っ白なまなで散り際さえも美しい